ハンバーグラーのコスプレハンバーグラーは、ファーストフードチェーン店、マクドナルドのマスコットキャラクターの一人。マクドナルドが1971年に生み出した、ハンバーガーのイメージキャラクター。名前の由来は、ハンバーガーとバーグラーを足してハンバーグラー。黄色の帯が入った、カンカン帽、白黒の縞模様の服に、ハンバーガーの絵が描かれた赤いネクタイ、黒い仮面、黒いマント。 赤い手袋、スニーカーと一体で立ち、ハンバーガーの形をした基地に住んでいる。登場当時のハンバーグラーは、馬面で痩せこけた白髪の初老の男性の姿をした、怪しいキャラクターだった。この時は、現在の横島ではなく縦島の服を着ていた。1986年に入りようやく現在見かける、親しみやすい赤毛の少年の姿になった。また、 当初は言葉を話さず、にょにょにょと規制を上げるだけだったが、キャラクターデザインが一新されてからは普通に言葉を話せるようになった。日本で1990年代に放送されたテレビ CM の一部では、肝付きねたが声を担当した。テレビ CM において、ハンバーグラーは架空の世界マクドナルドランドに住んでいて、ドナルド・マクドナルドらの仲間たちと冒険を繰り広げる。 ハンバーガーを盗むいたずら者という設定で、ドナルドに、お仕置きされた後、ビッグマックポリスに連行されるか一緒に食事するというのがお決まりだった。悪役という位置づけではあるものの、最後はハンバーガーをもらって仲直りする、とドナルドたちと敵対関係にあるわけではない。傘やテーブル、ポストに変身したり、服の縞模様を新体操のリボによろしく、 操ったりと、ドナルドと同じく不思議な魔法を扱うことができ、これらを利用していたずらをする仕掛けもあった。諸事情によるビッグマックポリスの交番後は、ドナルドグリマスバーディーと共に4人1組で登場するようになり、テレビ CM のほかハッピーセットのおもちゃ、その他反則品のキャラクターとして頻繁に登場するようになった。2003年頃から、 ドナルド単独での CM 出演が増え、その後あまり登場しなくなった。日本でもしばらく見かけることはなかったが、2014年1月から行われているアメリカンビンテージキャンペーンで特定の商品を購入すると手に入るラインの限定スタンプにてこのキャラクターのスタンプが登場している。また、2017年11月から12月までにかけてのハッピーセットで、 ドナルド・マクドナルド・グリマス。バーディーと共に一度限りの復活を果たした。ありがとうございます。